6月11日火曜日、ニューズオクエドアンカーの三木孝嗣です。そしてアシスタントは吉山望です。よろしくお願いします。今日のゲストは映画プロデューサーでシネマエッセイストの高野照美さん、よろしくお願いいたします。お招きありがとうございます。そして解説委員は政治外交ジャーナリストの原野常司さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。反対の声が高まっています。香港雨ガス革命をリードしたアグネス・チョウ氏審議予定の逃亡犯条例改正を批判ということで、私の団体ユースデモクラシーというデモクラシーが名前に関しておりますので、非常にこのニュース興味深く見ておりまして、これですね、実はさっきまで香港に在住している研究者の方と話をしてまして、ちょうどこの話題をしていたんですが、もうかなり危機感を現場では持っているらしいです。要はその民主主義のある意味対中国における防波堤というかですね、前線が香港であり台湾であると、そのうちの一つの香港が今陥落しそうだみたいな、そういうような雰囲気を、特に若者が向こうでは多くですね、この問題かなり本気でやっていると。でこのアグネス・チョウさんも22歳だそうなんですけども、日本だとまあ自由に発言ができるので、今回こういう形で話をしていると。なんかこの後もですね、19時ぐらいになんか8校前で座り込み の香港人がですね集まって、何かしら動きがあるという話もありましたけれども、そういう形で、現地ではなかなか難しいことを今日本で発信をしていると。でこの問題の雨ガス革命がやはり分岐点だったっていうふうに彼は言っていて、というのはその雨ガス革命って民主選挙を求める運動だったわけですけれども、それがある意味無視された。でそれでもう一歩後退した。さらにこの今回逃亡犯条例、これもともとは香港人が台湾で殺害されて、その犯人が今香港にいると。なんで本当は台湾と香港の問題だったはずがですね、この後もしかしたら解説いただけるかもしれないんですけども、対中国との問題になり、さらに言うと一国二制度という今の香港の秩序というかですね、形が変わりつつある、そういう本当に中国の国力が増加して覇権主義が大きくなって、起こるべくして起きたというか、なんか思ったより早くこうなっちゃったのかなという、非常に残念でありですね、日本人としてもちゃんとこれを注視しないと日本も対岸の火事ではないのかななんていうふうに個人的には思いますけれども、このあたり原野さんの視点でですね、一度ちょっと解説をいただければと思います。この問題結構センシティブな問題でですね、はい、で実は6月の4日が天安門の30年ということで、相当神経質になっているところに、今この条例案のめぐって100万人デモしたと、当局がそんなに出てないとか言ってやってますけども、やっぱり1999年に香港が割譲から返還された時に一国二制度ということで、民主制度を維持しながら、対外貿易の窓口としてということでやってきたわけですね。しかし習近平政権できてからですね、ますます香港政庁に対する圧力が強まってて、民主化を封じるような形になって、で台湾もひまわり運動というのが起きてですね、同じようにや心配してるわけですけど、中国にとってみると香港台湾というのはですね、ここが変なふうにですね、独立だとかですね、勝手な動きをされるとですね、ウイグルだとかチベットの民族の動きに、大きな影響を与えるんで、抑えにかかっているという状況があります。で、日本でもですね、これ支援する動きはあるんですけども、なかなかね、日中関係良くないもんですから、ちょっとこう遠目で見てるっていうのが現実かなと思いますね。ぜひココシャネルの視点でもしこの問題を、まずあれが雨傘運動っていう、その名前がなかなか奇妙ですよね。何が雨傘なんですかね。何ですかね。傘を持って、そうか最初の弾とかを防ぐもので、そうですよね。非常にそれっぽいなと思いますけれども、でもなかなか知恵はありますよね。催涙弾防ぐっていうと、ココシャネルの逸話でいけば、彼女が84歳の時にね、5月革命がパリで起きまして、学生たちのね、その時もこの方はもう本当にお元気ですから、単身キャデラックをね、乗に乗ってですね、現地に行って、学生頑張れって言ってね、応援したということなんですけどね。84歳の時、そうです。だから今の話を伺うと、私ども日本人としてはね、どう応援していいか非常に分かりにくいっていうことと、返還される前の香港っていうのはね、先生もご存知でしょうけど、
まあ、皆さんお若いからだけど本当に素敵なところでね、気軽に今皆さん台湾に遊びに行くけれども、はい、香港本当に遊びに行ったり、はい、あのブランド物全部あそこで買ったりね、香港で買ったりとか、それから映画的に言うとジャッキー・チェンとか、あのブルース・リーとかね、スターがいましたよね、香港スター、香港をその非常に誇らしくする、なんかそういう表現の自由っていうのも今ないのかなって思いますね。なんかスターが出てくれると少しなんかあの私たちは映画やってますと映画が世界を変えるなんて思って、信じてやってますのでね、そういうところがちょっと感じます。ココチャネルって、はい、あの戦略であれなんですが、あの確か戦争を2回経験していると思う、はい、第一次大戦、ね、第二次大戦、大きいですよね、はい、で本人自身は多分自由な自分のありのままのようとか、女性らしさというか、その自由をある意味多分愛していると思うんですけども、そういう、まあ、世の中が戦時下になり、ある意味ドイツともおそらく協力関係も一時持ったりも、そういうその自由とその世の中のある意味全体主義的な空気とどう折り合いをつけたのかとか、すごい個人的には気になるんですけど、まあ、第一次世界大戦が彼女 の、はい、あの成功の機運だったわけですよ。あの物資が全てなくなって、そしてあの男性たちが戦場に行った時にもう貴族の子女でもですね、働かなければいけない、はい、そういう時にもう、ね、ドレスでコルセットしてたら動けないじゃないですか。そのために他のデザイナーたちは、ああもうあの要するに布がない、どうしよう、お手上げだっていうところで、彼女は男性用の当時ジャージって言ってもジャージーですよね、あの今ジャージーって言いますけど、ジャージーの時代に男性用の下着だったんですよ。それを使って女性が動きやすい、コルセットも必要ないというものを作って、それで彼女はそこからスタートした、成功、大成功した。で第二次世界大戦の時はね、もうこれは生み出すものないだろうということで、もうそころそれを 木にですね、香水部分だけを残して、まあ、スイスの方になんと15年ぐらい休眠状態ですね。そうなんですね。それから71歳でなんと復帰して、で亡くなるまで、ね、あの亡くなる2時間前までお元気で、という、まあ、いわゆる今の時代に本当にね、あのお手本ですね。あの生涯、まあ、100歳、ね、100歳時代なんて言われて、いや年金どうするのって胸みんな昨日あたりすごい大騒ぎになりましたけど、誠にもってその通りなんですが、まあ、生涯現役、どんなに元気でね、寿命が長くてもお元気でね、あの歩きながらね、人と会って自分のしたいことをできるというのは一番の長寿の幸せな、あの形でしょうね。自分がしたいことができるっていうその感覚が果たして今後中国大陸の方でですね、あるのかっていうのは結構注意しなきゃいけないなと思っていてですね、あのさっきその若いあの香港在住の研究者と話したっていうところで聞いたのが、あの今あの向こうで WeChat でですね見せてもらったんですけど、あの環球に環球時報かな、環球日報っていう人あの、人民日報の姉妹誌があるんですけど、そこにそのデモの写真が載ってるんですよ、デモの写真載ってるんですけど、70万人が支持してるっていうふうに書いてるんですよ、真逆、でそのままある意味フェイクニュースが普通に出てて、でそれがシェアされてると、でこれはあの元の現物は見てないので、それがシェアされてるという事実だけをお伝えするんですけども、まあ、そういう形で誤った情報で大陸の中国では認識しているということがあり得ると。その中で、まあ、人間はどう生きていくのかというのは結構今後問題かなというふうに思いますね。日本もそういうフェイクニュースが溢れないようにお願うしかないです、ね、オペレート頑張らなきゃいけないですね。そうですね、はい